辰見慎吾、辰見慎吾、辰見慎吾、1987年1月10日体は、和歌山県東室郡小沢川町出身の元プロ、野球選手、投手。中学時代は、外野主権投手だったが、新宮高校2年時に本格的に投手に転校。高校時代のマックスは、時速142キロメートル。近畿大学では2年春から、 先発陣に入る。関西学生リーグ通算37試合当番、19勝4敗、防御率2.22、178奪三振。4月8日の対京都大学戦では、初回戦闘打者からリーグ新記録となる9連続、三振も含めた計23三振を奪い、従来のリーグ記録18、大久保勝信らを大きく更新した。 同年4月14日の対同志社大学戦では、ノーヒットノーランを記録。2008年ドラフトでは福岡ソフトバンクホークスから外れ1位指名を受け入団。近畿大学からは、竹岡和弘、カットオケスケ、大隣健二に続く、ホークス入団選手となった。2は、公式戦の開幕を2軍で迎えたが、ウエスタンリーグ公式戦での高騰が評価されて、 フレッシュオールスターゲームに同リーグの監督推薦選手として出場。8月に1軍に初昇格。8月6日にプロ初登板で1回を投げて、本塁打を浴びて1失点。翌日に2軍に降格した。2軍ではリーグ最多のイニングを投げ、防御率4.87ながら80奪三振で、ウエスタンリーグ最多奪三振のタイトルを獲得。最多勝ちまで、 あと一勝と迫る六勝を挙げた。は開幕ローテーションを任されたが、わずか三試合の登板で0勝2敗、防御率12.15、6.2イニン,ングで10、死球を与えるなど全く振るわずに終わった。二軍でもわずか一勝に止まった。は3月に行われたこの年発足した、ホークス三軍と福岡大との交流試合で、8回132球を、 投げ抜き後アンダム失点8奪三振の高騰で勝ち投手となりホークス三軍の初勝利となった。辰ツはこの試合で負けられないという緊張感の中、いつもの伸び伸び投球とは違う気迫を見せた東川し三軍監督に評価された。この年はウエスタンリーグで最多勝ちとなる11勝と結果を残した。ソフトバンクが日本シリーズで優勝したことにより出場した。 アジアシリーズ2011では、オーストラリア代表パースヒート戦で2番手として、登板し、勝利投手となった。シーズンオフには、ウィンターリーグへの派遣を断り、肉体改造に着手した。はオープン戦で先発争いに敗れるも、プロ入り後ほとんど経験がなかったというリリーフでの、登板もこなし、開幕1軍を勝ち取った。ところが、シーズン序盤、 4月11日の対日本ハム戦で、先発ノックアウトされた、デニエル・ピントの後を受けて、いわゆる敗戦処理として登板したものの、3回に、3を投げるのに、打者26人で102球を飛や、被安打11、4四し稲葉敦式には、満塁と三段の2本の本塁打を浴び、計8失点で降板し、即座に一軍登録を抹消される。 一ヶ月後の5月4日に最を隠し、今度は先発で登板するが、4回を投げ5安打3、至球、自らの冒頭とエラーも絡みも失点で、降板し負け投手となる。その後は、シーズン終盤になるまでファームでの登板が続き、9月に1試合だけ、リリーフで1軍登板があったものの、結局この年は1軍での成績は4試合の、登板で0勝1敗。 防御率8.74と散々な結果に終わる。2軍では、ウエスタンリーグの規定投球回数に達したものの、こちらも5勝2敗1セーブで、防御率は3.00と、前年から比べると、物足りない結果となる。8月11日の対、オリックスバファローズ17回戦、福岡やフージャパンドーム、9回表に4点差の状況で4番手で、リリーフ登板し、無失点。 その裏に、柳田祐希が逆転サヨナラホームランを放ったことから、一軍公式戦での初勝利を記録した。ウエスタンリーグ公式戦で、中継ぎ要員として38試合に登板。4勝1敗、防御率2.72という成績を残した。しかし、5年ぶりに一軍公式戦での登板機会が、なく、10月22日に、球団から戦力外通告を受けた。 辰巳自身は NPB 他球団での現役続行を希望していたことから11月12日に12球団合同トライアウト阪神甲子園球場に参加。シートバッティング形式で打者3人と対戦すると参加42投手では最も速い時速 148km のストレートを投じるとともに1よし九一脱三振という結果を残した。しかし、 NPB た球団から獲得のオファーを受けるに至らなかったため現役を引退した。現役時代に個人で契約していたメンタルトレーナーからの紹介で1月から人材派遣会社のエージェック、ベースボールチャレンジリーグに加盟する栃木ゴールデンブレーブスの親会社へ入り、元プロアスリートによるセカンドキャリア形成の支援を目的に採用した社員の第一号で入社後は 派遣社員登録希望者への面接やロッテの本拠地、ゾゾマリンスタジアムに関連する業務、入り券の確認業務に携わるアルバイトへの指示などを担当する。2017年11月15日、12球団合同トライアウトに参加。ストレートとキレのある縦のスライダーを武器に、カーブ、チェンジアップ、カットボール、ツーシームも投げ分ける、本格派。大学時代には、 ストレートで最速時速1 4 9キロメートルを計測した。その一方で不調に陥ると投球フォームが崩れるため、投球内容は安定しなかった。自身と同じ和歌山県の出身で、西部のエースとして活躍した右腕投手、西口文也に細身の体格や投球フォームが似ていることから、現役時代には西口二世と呼ばれていた。高校時代には、 新宮高校の先輩でもある、矢部圭一と同じくスライダーを武器にしていたことから、矢部二世として報じられたこともある。足も速く、大学時代は塁に出ると盗塁のサインも出されていた。ソフトバンク時代の2015年5月6日には、投手として、阪神とのウエスタンリーグ公式戦、県営八代運動公園へ帯同していたとこ、八回裏の攻撃中に、 打者の張本雄大が頭部に指揮を受けて退場。この時点でチームがベンチ登録の野手を使い切っていたことから、辰美が長本の代走に急遽起用された。この時は得点には至らなかったものの三塁まで進んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。